ということで、第66回メディアコミュニケーション活用塾メディカスでございました。本日のゲスト、リピートサロンコンサルタントの向井邦夫さんでした。向井さん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いや、今日も勉強になりました、本当にね。まあ、向井さんは実際に今サロンをね、はい、経営されてて、まあ、本当にどん底のところからね、今こういうふうにうなぎ登りで上がってきてるんですけども、そこにはね、まあ、一冊の本の出会いがあり、いろんな人との出会いがありということで、もう劇的にこう変わってきたんですけど、まあ、そこら辺はね、この本をぜひ皆さん、読んでいただきたいと。これですね、お客でした、お客様はずっと通いたくなる小さなサロンの作り方ね、これを読んでいただきたいというふうに思います。はい。で、まあ、向井さん、今までメディ活をご覧になったことは、ね、はい、追悼をしてくださったこともね、ありましたもんね。で、今日実際そのメディ活にご出演いただいたんですけど、いかがでしたか？いや、楽しいですね。ありがとうございます。やっぱりその場でこうコミュニケーション取れるっていいですよね。ね、このツイートがね、本当にいいんですよね。あとは、本当に全く何も打ち合わせなかったですけど、すごい水越さんにリードしてくれて。いやいやいや、本当にね、今の向井さんのお話は分かると思うんですけど、本当に打ち合わせしてませんからね。打ち合わせしようとするとやめますから、本番に取っておきましょうということでね、何も話してないんですけども。いや、でもね、その、いや、今日逆転の発想とね、はい、やっぱりお客さん目線になって、自分のお店をこう客観的に見るっていうことね、この大切さ、はい、いかにそのお客様を満足させるかということ ね、 そうですね、これがやっぱり大切だなと。ただこれもじゃあどうやったら満足させられるのかってなっちゃうと、またね、いろいろやっぱり、やっぱこれ、まあ、向井さんもいろいろ失敗しながらね、はい、こうしてきたから分かるんでしょうけども、そういうのってどういうふうにして、自分が多分店に行ってみるとか、そういうこともあれなのかね。そうですね、結構ですね、サロンやってる方で他の店行ったことないっていうこと意外に多いんですけど。そうなんだ。絶対行くべきだと思いますね。だよね。どんな店に行ったとしても必ず何か気づくことはあるので。ですよね。いいことにしろ悪いことにしろですね、うんうんうん、あ、そうだ、今日そういえばブログとか全然見せてなかった。はい、ちょっとせっかくですから、今ブログ、向井さんのねブログをちょっとお見せしたいと思いますけども。ありがとうございます。これ、あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいね、皆さんね。あれ、これ来てるのかな。あ、来てるか、これ来てる、これ今見えてる、あ、見えてない、すいませんね、ちょっと皆さん、ちょっと今見せられないので、はい、ちょっと待ってくださいね。でもさっきリンク貼ってくださってましたよね。そうだね、リンク貼ってくれたから、皆さんぜひね、アメブロで、あれですよね、あ、そう、アメブロが今日から、今日からちょっとリニューアルしました。今日が9月、じゃあ、ごめんなさい、10月4日から、大幅にね、はい、リニューアル。リニューアルして、かなりかっこいいページが。すげえかっこよくなってますよ。はい、前もかっこよかったんですけど、いえいえ、浩二さんに作っていただきました。ましたあ、ね、はい、金水さんね、はい、はいはい、すみません。で、そのブログをぜひ皆さん見ていただきたいというのと、あと、そのこの肩書きね、肩書きというか、はい、リピートサロンコンサルタント、はい、これいつから、これ、これ おとといです。おとといから。一昨日からなので、これはどういうふうにして決めたんですか？もともとサロンコンサルタントと名乗ってたんですけど、うん、なんかやっぱりありきたりというか、うん、なんかしっくりくるものがなかったですね、うん、で、なんかずっといい言葉ないかなって探してて、うん、で、他の人が使ってない言葉で、うん、オンリーワンのものって探してたんですけど、うん、やっぱり自分では見つからなかったですね、うん、で、一昨日そのキャッチコピーセミナーって高橋美晴さんっていう方のはいはい、はい、セミナーがあって、そこに出させていただいたんですけど、高橋美晴さんのキャッチコピーセミナー、はい、うん、で、その中で、まあ、自分自身の棚卸しとかいろいろやっていく中で、はいはい、こうだんだん固まってきまして、で、まあ、最終的にはその高橋美晴さんがこれいいんじゃないですか、スパーッとですね。いや、でもそれもね、セミナーこう行ったからね、それこれも行動だからね。そうですね、やっぱり、うん、で、この言葉って誰も使ってない、うんうん、リピートサロンコンサルタント、なるほど、
オンリーワンなので、オンリーワンだよね。これはすごいな。これからはこのね、リピートサロンコンサルタント皆さんもね、やっぱり僕も含めてだけど、そういうキャッチコピーね、オンリーワンのね。で、もともと私もあの今コンサルいくつかやらせていただいてるんですけど、やっぱりお店の、そうですね、他のサロンさんの、うん、やっぱまず上がるのはリピート率なんですよね。そこがまず劇的に変わっていくので、だからやっぱそういう面から見てもこの肩書きの名前はぴったりじゃないかな。なるほどね、はい、ということでね、今日はそのリピートサロンコンサルタント向井邦夫さんにお越しいただきました。ぜひ、今日ねお話しいただいたことの以上のことがね、もうこの本の中に書いてあるので、ぜひこの本もねご購入いただきたいというふうに思います。ということで、第66回メディカツ、リピートサロンコンサルタントの向井邦夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんまた、さよなら。ありがとうございます。